何着てるのみんな。あれ声届かない、ミュート。おはようございます。早起きも配信やばいね。それは成人式いってらっしゃい。おえー、仕事頑張ってね。ショッキーさんありがとう。バイト中お疲れ様です。わ、お話し会も待っておりますよ。あ、内竹さんどうもありがとう。なんかね、耳が多分ねでっかすぎるんだと思う。だって画面、昨日は画面に入ったけど今日はちょっと画面にね入りきらないですよね。ゆうかちゃんにうさぎさんを作りました。あ、おみくじまだ引いてない。まだ初詣ですら行ってない。やばい、早くこれ行かなきゃ。あ、お兄ちゃんありがとう。わ、私お話し会楽しかったですよ。耳入りきってたはずだけど。どう、わ、共通テスト。そうだよね、頑張ってね。ダブルみつき、ダブル、おはようございます。なのなのちゃんありがとう。でも耳に練り物がついてるんですよ。こっちか。だから本当はなんかこれもついてたんですね。ここにこうやって、ここにこうついてたんだけど、なんかここにこうつけるとなんかリボンがこうなっちゃって、なんか正解がわからないって外しちゃいました。何が正解なんだろう。こうか、違うよね。なんかリボンついてたんだけど外しちゃった。何が正解なんだろう。正解はどこなの。真上。でもさ、なんかさ、このリボンのさピラピラがさ、なんか長すぎてさかぶっちゃうんだよね。なんでかな。ジジ、わあ、最近天気が良すぎてジブリのプレイリストを毎日聞いてます。幸せ。あ、切ればいいのかな。切ったらさ不器用だからもう絶対左右非対称になっちゃうんだよね。どうしても頭につけたくてこういろいろこうかーって試行錯誤してたけど、なんか結局しっくりこず服につけましたよ。しゅうちゃんありがとう。服につけるのが正解本当？でもこれ届いた時はこうやってついてきたんだよ。なんでかな。わ、成人式頑張ってね。わー、ありがとう、おみくじ。おはようございます。ポニテなあ。確かに、もう紙につけちゃう。あと本当はウサギの尻尾もついてたんだけど、それはもう見えないから断念。ハウル見えたっていうか、なんかもう途中からしか見られなかったけど、録画してあるから見ます。わあ、ヤッホー、なっちゃんありがとう。ハウル、ハウルいかがでした？皆さん
尻尾頭につける。ええー、なんてこったくんですよ。確かにリボンここにつける。ドラえもんかな、大丈夫かな、この服にこれ似合うかな。センスが圧倒的になくてですね、朝ごはんは半熟卵ご飯とプリンですこの色かわいいよね。もう冬だからさ、確かに卵尽くし。もう昨日のこのリボンついてる服で上から上着羽織って会場まで行ってたから、歩くたびこうなんか出てくるんですよね。わあ、ありがとう。何？あのさ、あれ？あれ今さ、あれごめんなさい、どなたがあれギフト投げてくれた？なんかさ、ギフトの欄にさ、いらっしゃらない。はい。え、ちょっと待って、どなたが投げた、で、どう？あれ、さ、ルワニアさん、なんか私の携帯がバグってて誰もさ、コメントしか流れてこなくてごめんなさい。ルワニアさんありがとう。今日成人式楽しんできてらっしゃってください。おれ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 、はいはいはい、ルワニアさんありがとう、おめでとうございます。成人いいな。成人何着るんですか？スーツですか？男性の方はなんていうの、振り袖じゃなくてなんていうの、袴ありがとう、結婚して何を着るんですか？スーツですか？袴か、白スーツと水色ネクタイ、うわー完璧ですね。完璧ちゃうんです。アベルモスありがとう。みっちゃんカラーですね。さすがです。嬉しい。これを持ってると持つたんびにチャラララってあの。なるんですね。朝いや、ありがとう。成人式にこれできたらちょっとびっくらこいちゃいますね。びっくらこんですよ。ドラえもん、そうだから昨日歩くたんびにこうチャリンチャリンって恥ずかしかった。熊焼けの鈴、そうびっくらぽん言うのハマってる。わあ、これあるかな。4次元ポケットくん、ドラえもん、でもいるのかな。ドラえもんっていると思う？ドラえもんっていると思う？未来になったらいるかな。ドラえもんってドラえもんなの？プリキュアなプリキュア、プリキュアにこの前プリキュア見てたらさ、うちの今さんいてさ、と思って葵に確認した。すぐいらっしゃるのって。皆さんドラえもんなんですか？ドラえもん
ドラえもん。テレレレレレレテレレレレレ。ドラえもんのさ、主題歌ってなんか歌いづらい。音程わかんない。テレレレレレテレレレレレテレレレレテレレレテレレレレテレレレレレテレレレレテレレレテ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 レレ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 あんな。ドラえもんの道具はだーどこでもドアだよね。やっぱどこでも行けるドアっていいな、そのままじゃん。でもめっちゃ憧れてるのはあれあれあれ、メッキさんありがとう。でも一番わーかわいいってなったのはあれだよ、なんかドラえもんの映画のなんかペガサスとなんかワシとなんか恐竜みたいなのをなんか卵から育てるキットみたいな、アンキパー、確かにアンキパーも欲しいね。日本一さんありがとう。あれ欲しい、俺ペガサス欲しいもん。なんか馬っていうかポニーとかめっちゃ欲しい。なんかもう飼ってみたくて、パパにずっとなんか天才じゃないの、なんか志村動物園をちっちゃい頃からよくみんなで家族で見るんですけど、志村動物園さんを見るたびにポニーを買おうって言ってました。でもずっとダメって。さややんありがとう。ポニー買いたい、絶対に将来はポニー買いたい。馬はちょっとなんかさすがになんかいやダメかなみたいな、だからちょっとポニーかわいいよね。ポニーでちょっと足短いんだよね、かわいい。馬と比べたらね。千住さんありがとう。あ、そう、日本誕生のやつ、そう、ちょっと将来はちょっと田舎の方に住んでちょっとなんか大きいちょっとポニーを飼いたいよね。ポニーのお目もかわいい、クイックイ。あとトラも飼ってみたかったな。なんかよくさショート動画みたいなのでさ、あのさショート動画みたいなのでなんか海外のなんかちょっとお金持ちの方がさなんかトラ飼ってらっしゃるじゃん。あれ見てなんかちょっとトラ飼いたいって思ってた時期もなくはない。そう、お金持ちの家にいるちょっとなんか石油王みたいな。でもさすがに石油王にはなれないからトラは残念だよね。どうなんだろう、日本にトラ飼ってる人見たことないね。あ、私はですね金魚を飼ってましたね。おばあちゃんがワンちゃんを飼ってたんですけど、ポニーより速そう。なことはないですよ、もうトラ飼いたい。コーギーでかわいい。ポニー乗ったことあるよ。わ、いいですね。私ちっちゃい頃、本当にちっちゃい頃にしか乗ったことないです。そう、でも本当に何も襲われないのかな、そんなことないのかな。トラ食費やばいよ絶対。ピッチャーありがとう。動物だとちょっと朝だから声が枯れてるんですね。金魚に名前つけてましたね。キツネもいいよね、キツネって可愛い。犬、ワンちゃんいいね。蝶々すごい、温室とかの。ムスターいいね。犬可愛い。で、なんだっけ、今何の話してたんだっけ、忘れちゃった。猫ね、なんかよく友達のなんかよくもう本当に中学校からの付き合いのお友達がワンちゃん飼ってるんですね。
この前久しぶりに、この前っていうか随分と前ですけど、随分と前にそのお家に遊びに行って、ワンちゃんが2匹いるんですけど、もう何回か会ってるから別に特に吠えられることもなく、まあ、お、こいつまた来たんかみたいな感じの顔で見られるんですけど、なんかもうちょっと1時間ぐらい座り続けると、なんかだんだんと右の膝小僧を永遠に食べられてるんですけど、これはなんでなんでしょうか。左膝は全く食べられないんですけど、右膝だけはずっと食べられてしまっていて、なんか味に違いでもあるのかなみたいな。なんででしょう。で、私のバッグについている真っ黒クロスケくんの足が食べられてしまいました。胃の中に真っ黒クロスケの足あるんですけど、早く消化してくれるといいですね。ひゅう。前に言ってたやつですよ。マクロクロスケって足が生えてるんですよ。足あるの、千と千尋バージョンの歩ける足。顔なしも顔伸びてるんだよね。ディッチャ、ありがとう。前髪を切らないとですよ。伸びるし切れるし災難です。わあ、すすわたりとマックロクロスケくんってことですかね。スポンジボール、ジブリ、ジブリよかった。見ましたか、ハウル見た、みんないかがでした。髪切るよって今んとこないです。ありがとうございます。今日も頑張りますよ。最後の方しか見えんかった。最後見たらさ、わかる、最後見てわかるタイプの人間の方ですか。私意外と最後見てもわりとこんな感じかなってわかっちゃうタイプです。わあ、間に合わなかった。うー、スズメの戸締まり、あー、いいですね。そのワンちゃん飼ってる、あ、ベロモンさんありがとう。初見です、はじめまして。そのあれだよ、そう真っ黒クロスケを食べられたワンちゃんを飼っている、その友達もハウル大好きなんですけど、金曜ロードショーが終わった後に LINE が来て、ハウル結婚したい、まるってきました。はい、おはようございますね。そうだね、朝ジブリ飯に憧れるね。もう行きたいな。わ、スイルさんありがとう。あれだよ、わ、ポニョもラーメンね。ポニョのさ、ラーメンの丼持ってるね。チキンラーメン食べるときは絶対にね、あのポニョの丼くん使うよ。あ、甘沢くんもいるで、ね、ジブリ男子にハズレはいないですから。本当にみんなかっこいいですよ。でも風間さんが一番好きです。風間さん、ハム乗ってるやつ
六本木って丼あるよ。寒いですね。寒いですよ。おはようございます。なんであんなにかっこいいんだろう。あれですね、来世はジブリに登場したいですね。コナちゃん見てた。何がだろうか、もう分からない。風間さんの少年感、うん、なんか男前のところが好きです。ちょっと昭和ダンディーな感じがドストライクで来ますよ。いて、図書館でないな。コンクリートロードと歌ってたら会えますかね。寒いですよってところ、いえ。昨日寝る前に YouTube でコナラのショート動画みたいなのを見てたら、もうツボにハマっちゃって寝れませんでした。たこ焼き、もう奥底にしまってしまいました。たこ焼きな、お掃除の時に。働き者さんですね。わかる、なんかなんか一番面白かったのが、なんか次の授業がなんかコナンのショートってなんであんなにさコナンいっぱいあるの、面白い。昨日あれ早く寝ようと思ってたのに、なんかもうコナンの切り抜き見てたら私もう寝れなくて寝れなくて辛かった。なんかコナンが次の授業がホームルームだった時になんかクワッってやるんですね。こうコメント見たら怪獣なんだっけな、怪獣コノタンって書かれてて、めっちゃ面白かった。それをね多分ね10回ぐらい繰り返しで見てたと思う。あれ面白いよね。わ、一人音楽隊ってなんだそれ、わかんない、見ないと。あとあれも見たい、なんかキッザニアガチ勢、キッザニアめっちゃわかる。なんか私もなんか絶対になんか小学校の時になんか絶対に遊びに誘われたらなんか行くところがキッザニアしか選択肢のない友達がいて、うん、そのなんだ遊びの行く場所が絶対にキッズニアしかない友達がいてですね、すっごいキッズニアには通ってました。コナはどこのキッズニア行ってたんだろう、違うキッズニアかな。めっちゃファッションモデルとかやってた。一人音楽隊の勢い、一人音楽隊って何、ちょっとなんか気になる。キツニアしか選択肢のない友達がいるんよ。え、そう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 、コナタンとさっき言ってたのないコナタンとエリコの虫の対応の差が面白すぎるみたいな。なんかコナンは虫を見つけたらなんかうわーって言うんですね。虫さんがいますよって言うんですけど、リコは虫バーン捕まえちゃったっていうやつが本当に面白くてめっちゃ面白かった。あれもバルさんありがとう。コナン切り抜け配信見る配信、うわー見たい。急に見たくなってきたけどスマホあっちにあるんだよ。リコはね普通に捕まえるやつ、そう、肉まんと、なんかあの日私は普通にピザも食べてしまっていました。肉豚関係なくピザも食べてしまいました。リコは最強ネキ何故マッチングネキって何、マッチング出会うってこと、
マッチングネキってなんだろう。面白いくんですね。ウリコは姉貴って感じする。一人音楽隊見てきた？どんな感じでした？一人音楽隊って何？一人音楽隊で入店するって何？なんか知らない日本語がいっぱいあるんですけど。ほっぺさんありがとう。ピザマンって美味しい。多分ね、ヒクマンってね、ちっちゃくなったよ。気になる。何それ。ゆうかちゃんに直接伝えてないです。ちょっとね、対面は恥ずかしいよね。三口で食べ終わっちゃう。大丈夫かいって感じ。でも値上がりはしてるんだよね。本当に三口なの。本当に三口をバクバクバクで終わる。こんだけ小さいことってあるんかってぐらい口が大きいのかな。食べるでかさが大きいのかな。ほんとに三口なんだよ。え、一人音楽隊って何？誰も真実教えてくれないんですけど、え、スイッチくんだと YouTube は見れないですもんね。はい、あ。え、全然ないよ。人を集める能力なんてね、みじもないですよ。本当に人間の言葉です。そんな なの。スイッチって見れなかったっけ。なんか見れたような見れないような、どっちだっけ。ルーメン音楽隊でも一人なんでしょ。 YouTube 見れる。ちょっと見てみようかな。もうしょう耐えられない。気になって気になって、あのショールームどころじゃない。昨日ポケモンをして進めてたんですね。コナーの切り抜きを見るまで。うわ、イヤホン持ってこないと声聞けなくない？え、どこで見るの？え、なんかさ、あれなかったっけ？クリアできてないの。だ、あの昨日やろうとしたらなんかもう本当にあのあれあれあれ、あ、任天堂 e ショップだね。その終わっちゃうのが悲しくて。いや、あっちにあるんだった。ちょっと取ってくるくんですよ。よいしょ。はい、急に動くと心臓が動悸が激しいです。はい、痛え。動機が急に動くと動機くんがね、突然始まる。コノタン、なんかあの息切れがね。そうだ、アップルウォッチくんで、アップルウォッチくんを身につけて寝ると、あの寝てる時のなんだ、寝てる時の心臓が なんか何拍動いたとか、なんか呼吸数とか酸素数とかさ上がってくれるんだけど、なんか本当に少なくて
心臓が動いてる、あれも呼吸も、え、息大丈夫かなみたいな。心拍数、心拍数って少なくていいの？あれ購入済みになってるよ、再ダウンロード。あれ難しいな、スポーツどうなんだ、少ない方が長距離見てる。あーそっか、もう短距離じゃなくて長距離をしろってことなのかな。でもすぐにさ、今ちょっと動いただけで時計が激しいんですけど、それ大丈夫なのかな。表面にゴミ入ってる。おはようございます。ダメでしょうダメか。ああそう、ポケモンくんはね、終わるのが悲しすぎて、あのクリアしたいなって思って、うわーもうなんか光ってるよありがとうしゅちゃん、かわいいミラーボール。うわ見れる見れる、ああ難しいですね。なんだっけ題名、話し会、うわーありがとうございますね、楽しみですよ。人音楽隊、人にこの他音楽隊、え、私記念すべき YouTube の検索を一人音楽隊で始めるとは予想もしませんでした。え、これどうやって濁点にするんですか、難しい。濁点ってどうやってやるの、ああ。あ、なにどうやって濁点にするわけ、突然始まる一人音楽隊、トーツー、あーダメだ、このた、うん、え、このたんチャンネル、ほ、うん、どうやって濁点にするんだい、小文字のところ、小文字、おおありがとうございます。出てこないな出てこない、自衛隊が、自衛隊が出てきた、このなんだろう、天野このは、天野今度は検索経済を回しています。え、ショートですか、ショート動画ですか、なんか面白いですね。あれどこだろう、キッツニアマスター、キッツニアマスター、うわっ、うー全然出てこないですよ。でもなんか興味を惹かれるサムネがいっぱいですね。なんかうわ間違えた間違えた間違えた、おー危ない危ない危ないくんだよ。ちょっとだからなんだっけ、このた音楽隊、一人音楽隊、
ひとり。危ないよ、今日産の広告流しそうになっちゃった。面白いな、なんか言葉が面白い。必要音楽隊、うわっ、あったあったあった。でちょっとイヤホンも装着しますね。これはあれですね、今こっちの今のこのこっちにイヤホンが接続されてしまうんですよ。これで大丈夫くんですかね、いけてますかね。あ、いけました、いけました。あ、じゃあいきますよ。なんかもう動いちゃってるんですけど、今ヨギボーの CM が流れてます。あ、まだ CM ですね。あ、来ました、来ました。やばいね。あー面白い。やばいこれ。はあ面白いね。なんかもう、あの何、何ツボ動画だと、あの、もう声が出ないの。クワー、これ永遠に、あ、2分もある。キニ君なのか君は。どんかかと。で私は一人怪獣、まだ間違ってさっき消しちゃって、今なんかジュエの鐘を鳴らしてます。なんで？なんかちょっとよくわからないんですけど、なんかズンチャチャって。あ、終わっちゃった。私は一人怪獣が見たいんですけど、一人怪獣はないんですかね。あ、間違えたよ。怪獣って調べればいい。じゃあ次の授業がホームルームなんだ。
面白かった。あ、でもこれは翔徳がないですかね。やだー、私が出てきた。面白かった面白かったよ。あ、ちなみに私のこのイヤホンの名前はルカリオです。ルカリオくんです。でも最近はもう違う名前に変えようと思っています。ねえ、あ、これはですね、イヤホンはもともとあるイヤホンです。名前を変えてます。ルカリオっていう名前のイヤホンです。あ、違う、携帯がルカリオなんだっけ、あれ、わかんない。いや、わかんない。でも優先じゃないですからね。忘れちゃった。おはようございます。この歌面白かった。でもなんかちょっと、なんかこのタンワールドが、ちょっとなんか難しすぎて、後でもう一回ちゃんと復習したいと思います。昨日はもう一人部屋でもう声が出なくて、もうなんか面白すぎて、もうさっきみたいになんか爆笑の息を超えるとってなっちゃう。もう声が出なくて。ルナーラの名前を知った、イエーイ、なんてこった。そう、ちょっと朝一からこのダンワールドは結構ね、心臓にちょっと強かった。無音で笑うタイプでも声出しても笑えるよ。トンデミのイコノイズチャンネルのなんかトンデミさんに行った時になんかジュリーがこけたやつ、あれなんか本当は心配してたの、本当は心配してたの。なんかでも心配もしてたんだけど、なんかどうしても笑いがこう笑えられなくて、結局なんか笑っちゃったんですけど、なんか 無情な人だと思わないでください。お茶飲みます。ヒーターが温まってしまいました。心臓に笑いがね、心臓じゃない、心配だ。そう、めっちゃ大爆笑だった。多分ね、皆さんに大爆笑をお見せすることはないだろうって思ってたんですね。基本一人でそんな笑わないから、一人だと。でもとんでみさんで出してしまいました。あ、布団のくなんであれは落ちちゃったんだろうね。でも私も自分の布団なんか見られたらもう死んでしまいますよ。そう、笑いより心配、笑いが勝ってしまった。本当は心配したんだよ、心の中で大丈夫かなって。ちょっと笑っちゃったね。このおしゃべり重くても出てきちゃう。可愛いでしょ。リボン。その配信絶対にしませんよ。あ、そう、私も地味にこけてるとこ映っちゃったんですね。恥ずかしい。人のことを笑っている場合ではないんですよ。今日マジで小さい。日にちによって変わるもんなんですかね。そう見えるだけですよ。うさ耳がでかいので。本当にね、別にちっちゃくないんですよ。別にちっちゃくないんですよ。そう、なんかだからサムネもなんかちょっと興味をそそられるようなサムネの作り方で教えてほしいですね。ぜひ YouTube の編集の仕方を。本当に小さくないんですよ。皆さんがそう言ってくださるだけで、別に本当に直接っていうか直接であったら別に、そんなんじゃないじゃん、そんなことでもないじゃんって感じなんですよ、きっと。ヨピさんありがとう。
本当に普通なんですよ、人並みと言いますか。でコナンの笑い方つられる、面白いね。人の顔毎日見てるよ。いらないところを引っ張り出してきてしまったような、長い大人だよね。すごいよ、てんなんてこったくんですよ。あーちょっと日差しが結構じいじいと近づいてきてますよ。やばい、カーテンないから、お家にお家にカーテンないから、まだないの？カーテン、カーテン買うのちょっとめんどくさいよね。運ぶのちょっとめんどくさい、お家まで。めっちゃいい天気だね。そう、家の中丸めだと思うから。でもなんかもう本当にバカなの。本当におバカちゃんなんだけど、なんかもう壁になんかいろいろいろんな界隈のグッズを貼りすぎてしまって、なんか壁とか窓にグッズを貼るのが面白いと、面白いというか、おしゃれなこと感じていた時期が、とても痛い時期がありましてですね、うん、壁やら何やらに界隈、いろいろな界隈のグッズを貼りすぎて、なんかもう見えないと思う。でもアクスタだけは貼れないので、アクスタだけはこっちにあるんです。はい、結構多趣味だとは思いますね。そうなの、なんか壁掛けみたいな、なんかさ壁掛けみたいな、日差しが昇ってきたね。あ、なんかキーホルダーとかもうね、やばいよね。本当に大若さんですよ。なんかいろんなペンライトやら何やらが飾ってありますよ。なんかちょっと日昇るの早くない？あ、ポスターはね貼ってたけど、どうせ剥がれちゃうから捨てました。ただ漫画とか黄ばんじゃって、一回もう12歳とか黄ばみまくっちゃって、かわいそうなことになってます。でもさ、売ってもさ、そんなに大した、なんか売ってもなんか めんどくさい、売るのがちょっと。あとなんか本当になんかもうバカばっかりでですね、なんかコロナ流行る前に、本格的にコロナが流行る前に、なんか中3だったから、コロナ流行るのが、高1か中3のなんかちょっとした長い休みの時に、友達と、あの配給大好きな友達と一緒に、なんか北信介くんのあのなんかダンボールで等身大パネルを作ったんですね。もうそいつ本当は それのおかげで、なんか割とカーテン代わりになってたというか、あの北信介がこんなにあるから、あの別にカーテンなくたって、北新があの日の光を防いでくれてたんですけど、ちゃんと屋根の人が日の光を防いでくれてたんだけど、もうね1年か2年ぐらい前に捨てちゃったから、さすがにちょっとなんか
鬱陶しくて、もうそれ以降日差しが直撃してきます。ちゃんとやんねんな、北市、北市って呼んじゃう。もうね、北市のパネルをこう足をこうやって折りたたんで、頭もこうやって折りたたんで、よい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 よってたたんで、ゴミ箱っていうかゴミ袋に突っ込んだんですけど、ちょっとかわいそうで泣きそうになりました。ゴミ袋の中からこっちを見つめるカラーが怖くてですね。無慈悲です、本当にポイってしちゃって、作ったのは私なのにごめんね。でも結構いい出来具合だったんですよ。なんかね、コロナで本当に春休みが長くて長くてですね、緊急事態宣言で毎日北新との写真をこう、今日の北新と私みたいなのを毎日友達と送り合いっこしてて、本当にバカバカですよ。出会いがあれば分かればありますからね。やることなかったんだよね多分。なんかコロナって急にさ、やることなくなっちゃってさ、やることないから本当に来たしと私のなんか芸術作品みたいな写真を毎日送ってましたね。本当にバカばっかですよ。どのオタクも似たようなことしかしないです。本当に何して過ごしてたんだろう。毎日アニメと漫画見てた気がする。でもね、私の等身大パネルは155センチしかないので、カーテン代わりにはならなさそうです。私はちょっと忘れちゃったけど165とかだったかな、170だったかな、忘れちゃったよ。昨日っていうか全然昨日の日じゃないんですけど、大晦日の大掃除にあれですよ、あれあれ、集めていたグッズのなんか段ボールをゲットしてました。全然関係ないじゃなかった。やばい、日差しが侵食し始めている。おはようございます。たまる段ボール、頑張ってしてたよ。缶バッジの銀色の紙もたくさんたくさんあってですね、いやその時に捨てろよって感じなんですけど、何時に始めたっけ私、8時半ぐらい、10時ぐらいまでやる予定です、なんですけど分かんない。ちょっと侵食が弱かったら抜けますね、抜けるっていうかあれなんですけど、グッズの袋ってなんで捨てられないんだろう。8時25からか、わーありがとう。そうプチプチがね一生増えていくんだよね。なんの あの現象は何なんだろうか。もう本当にダイソーさんにお世話になりましたよ。うわマジか、空の段ボールいっぱいあるかも。あと何の袋か、あとなんか100均で売ってるようななんかスリーブ、なんか生写真を集めていた時のなんか硬質ケースやらなんかスリーブやらがいっぱい出てきてですね、懐かしかったです。突然やめる、やめ方わかんない。
そう、ちょっとね、捨てられないちょっといい紙袋もたくさんある、やばいね。予定はだよ10時ぐらい。確かにあれだけ使えるから ね。パシャコレくんがね、たくさんたくさんたくさん押し入れの中にありました。こいめっちゃ箱買いしてた、やばいよね本当に。箱買いもなんかアニメって言ったら本当に、あ、箱であるじゃん買おうみたいな、もうなんかもう大丈夫ですかって感じ。でも箱でもバラチャレなのよ。箱でーでもね、箱で買ってもコンプリートできないの、人数が多すぎて。やばいくんだよ本当に。で朝からジャンプショップ並んだり、本当にいい経験でした。もう置くところがないの、やばいよ。もう本棚を拡張させていかないと、何でもないんですよ。うわっ、持ちます、やばいな、持ちます来たし、もう集めるためにめっちゃ買った持ちます。棚の公開、え、でも今ここに持ちますくんがいるんですよ。でなんかぬいぐるみがいて、アクスタがいます。こんにちは、はじめまして。なんか昨日お話し会でショールーム見て、アンスタとアイドルの好きなのを話で来ましたって言ってくれた方がいたんですね。もうなのにこっちがオタクを展開でですね、本当に困らせてしまった気がして申し訳ないです。見てるか分かんないけど、もちもち、いや、もちもちマスコットっていう、正しかったって言ってた。ええー、本当に大丈夫かな。だったらっていう感じなんですね。重いです、耳が、そろそろ。おい、今日のお話し会は別に耳ないです。今日は何、なんかもう前日に服を決めてても、なんか当日着たらやっぱ違うんじゃないかってなって、結局なんかもう服は決めてるから、この時間からメイクすれば間に合うよねって、間に合うよねって思ってたら、結局なんか服これじゃない方がいいんじゃないかなとか思って、結局時間をバタバタしてしまいます。そう、時間がなくなっちゃうの。結局昨日も走って駅まで行ってたらさ、ポッキーの中身開いてて、いろんな100円玉とか1円玉がポッケの中から出てきて、恥ずかしい思いをしました。チャインチャインチャインってなったよ。そう、いつも時間のあれをね縫ってるの。これだから計画性のない、本当に計画性のない女なんですよ。本当に計画性ないんだよね、びっくりしちゃうよ多分。これだから計画性のない女は、待って、本当におてんばですね結構。
ちっちゃい頃はおてんばちゃんでしたよ。なんかよく花火大会の日はママが浴衣を着せてくれるんですね。で幼稚園小学校低学年ぐらいまではなんか結構浴衣のなんかミニスカート版みたいな、なんかちっちゃい子用にこうなんか浴衣のミニワンピースみたいな浴衣があるんですよ。その転ばないように丈が膝上ぐらいになってる浴衣があるんですけど、あれを着てたんですね。まあそれは別にそれでいいんですよ。でも小学校低学高学年くらいからなんかちゃんとした浴衣を着てたんですけど、そしたらなんかママが気づけたらなんか丈が短くなりすぎちゃって本当に江戸っ子のおてんば娘みたいになっちゃって恥ずかしかったです。可愛かった。ミニのフリフリなのすっごい可愛いの、黒と水色でここの下がフリフリしててレースついてて可愛いの、ストレスみたいな方、本当に江戸っ子のおてんば娘。しかもなんかすっごいここら辺でさお団子してさ、本当になんかタイムスリップしてきたんかみたいな江戸っ子だった。でワンピみたいにフリフリのやつと普通のなんか浴衣を着てたんですけど、本当にね、しかもなんか一緒に行く女の子がなんかすっごいなんか上品でなんかヨーロッパのお嬢様みたいな気品のある女の子で、その隣であやややみたいな、もうなんか丈の短すぎる浴衣でこんなとこでっかくなんか作ってほやーってしてるような子が隣にいて一緒に写真撮ってるんですけど、そんなに一緒に写真家の前で撮った写真があるんですけど、私はイエーイって感じなのに隣の女の子はみたいで、もうなんか本当にかわいそう私って感じの写真がありますよ。おうちになんかほげたみたいな顔してた、ほげたって顔してる。そう、あと昔の漫画なんかほっぺなちびまる子ちゃんみたいな、なんか城ヶ崎さんとちびまる子ちゃんみたいな、ちょっとちびまる子ちゃんに失礼なんだけど、ほげたみたいな顔してなんか何も考えてなさそうな顔して写ってた。本当にやばいよ、かわいい、本当に本当に言ってもあるする、失礼でくさ、そうだよね、ちびまる子ちゃんに失礼だよね。あったった、ほげる、そう、ほげるとさないとみたいな、でもね、最近気づいたんだけどね、少女漫画を読み終わった後の自分の顔がなんか目はえねこで口はほげとみたいな顔していてびっくりした。完全に皆さんどうもおはようございます。ポップなんですね、ポップ。ポップくんどんな顔やねん、えねことポゲータみたいな顔してる。本当にね、でも本当にそういう顔してる、なんかもう口がウェーって開いてて目はキュッてなってて面白いで、あかっちゃんありがとうね、タコさん。この前の配信でやってた鈴は、まあ、違う鈴です。前髪くんは切りますね、なんか伸びてるとやっぱ気になっちゃう、痛いね。
昨日は珍しく外跳ねをしてみましたよ。前髪巻き、気が向いたらします。気が向いたらしますよ。昨日なんか夜になんか萌香とのなんか写真でなんかちょっと保存したやつがあって、萌香との LINE のトークをこうスクロールしてたんですね。そしたらさ、なんか萌香のアクスタとなんかアンスタの緑くん、高見緑くんっていうキャラクターがいるんですけど、その子のアクスタを並べた写真が出てきて、ちょっと結構面白くて笑っちゃってました。萌香のアクスタと緑くんのアクスタがこう並んでて、すごいすごい世界線やーと思って見てました。すっごい世界線やね。3次元と2次元が交わることができるなんていいねって思って見てましたよ。わ、そうだ、コナンの話、あ、思い出したよ。なんかなんか全然めっちゃもうなんか何ヶ月も前の話なんですけど、なんかなんたまたまね、本当にたまたまコナンとバスの席が隣になって、なんか写真のカメラロールを見返せたんですね。あ、おもちゃやった。そう、それでカメラロールを見返してて、なんかコナーが夢の国に行ってたんですよ。え、夢の国じゃん、え、私も行ったって言って、えってなって、あのカメラ、私の写真もこうやって見せたんですよ。そしたらまさかのなんと日付が同じなんですね。え、いたのってなって、でしかも同じ方に行ってたの、 C に行ってたの。え、同じ C 行ったの、えってなって、でなんか2人でカメラロールをこう見返して、カメラロールって何時何分に撮ったとかも分かるんですよ。で11時にマーメイドラグーンにいたって言ったら、コノアもマーメイドラグーンにいて、面白かったです。そう、そんな偶然があったんですよ。今ベッド、私のベッドに転がってるリーナベルちゃんを見てびっくりしました。この話しようと思ってたのに、もう数えられないくらいの月日が経ってしまっていました。気づかないもんなんですよ。ディスティニー、ディスティニーですよ。いや、合格後ですね。確かに写真写り込んでそう。いや、びっくりですよ。リーナベルちゃんかわいい、お人形買っちゃったもん。寝心地がいいです。いつも潰して寝ちゃってるんですけど、クレヨンしんちゃんも寝心地いいし、私のニャン太郎も寝心地がいいです。でもニャン太郎はもう枕代わりにしすぎて、もうなんか綿が出てきそうなんですよ。綿がお尻あたりから結構飛び出てきてしまっていて、ちょっと修正をしないとです。この画角はシンプルイズベストなんですけど、もしもなんかの衝撃でこのカメラが至る所に向いてしまったら、もう私は生きていけません。恥ずかしすぎてそれぐらい重大です、この画角外は。なんかいろんな世界が
戦ってますよ、自分の部屋で。絶対に死守します。もう、ね、自分の この棚とかが見えるぐらいなら私の顔を真下から映す方が全然マシです。はい、やばいくんだよ、そんなレベルですよ。だって本当はもう斜め前ぐらいに本当は来たしんすけど、なんか段ボールパネルが毎日昼ですよ、このカメラがあっちを置いたら来たしんすけの顔がバーっているんですよ。大丈夫ですかって感じです。でですね、その隣にはですね、なんか中学校の卒業制作で作ったなんか時計があるんですけど、その時計もなんかもう傾いちゃって、ふぇっってなってます。ちょっと太陽が侵食してきましたね。わあ、結構侵食してきましたよ。熱い、次に帰らないと。わあ、危ない。来たし2号ちょっとね、作った後のことを考えるとね、腕が進ま、気が進まないです。でもいい、もう本当に天気が良くて嬉しい。1月って天気嬉しい、高い天気よね。こんな日は土手を歩きたいですよ。土手、土手、最近土手行ってないな、もうずっと数えられないぐらい行ってない。本当に多趣味、確かに。都市内パネル頼めるね。メンバーも見たことない。なんかよくジュリーがお家に遊びに行きたいって言ってくれるんだけど、見せられないレベルでやばいよ。少年野球見たいね。少年野球見たい。おはよう。ミミッキーの色違い、ミミッキーの色違い見たことない。でもなんか土手行きたい、土手行きたい、土手症候群が出てる今。土手に行きたいよ。土手大好き。不足ですよ。やっぱ夏は土手行くのちょっと暑いじゃん。冬はねいいよ。よく中学校の陸上部だった時のウィンドブレーカーを着て土手に行ってましたよ。土手に行きたい。土手禁断症候群が出ている。だからなんかたまにお話し会とか、私土手と田んぼ大好きなんですけど、たまになんか田んぼとかでお話し会してくれる方がいらっしゃってですね、わー田んぼだーってなってます。結構のテンションが上がっております。わいいな、家の前土手なのいいね。トンボやん。田んぼ、トンボだったのかな。そう、田んぼでお話しか言う。いえ、わあ田んぼだーって、田んぼ大好き。田んぼ大好き。
前世タガメとかだったのかな、猫ちゃんとかじゃなくて。時いいよね。田園風景いいね。なんか TikTok とかでさ、なんか田舎の女子高生のなんか日常をなんかショート風景っていうか、なんかいろんな景色をこう細かくなんか載っけてくれるアカウントがあるんですけど、なんかそういうのを片っ端からあの見ています。わーわ、私は今どこにいるでしょうか。土手です。んここです。ここここなんとですね、私は土手に来ております。はい、愛犬さん、あ、でも愛犬さんよく皆さん見せてくださいますよ。可愛いです。みんなおはようございます。ありがとうございます。田んぼとかあったらぜひ送ってください。リポーターですよ。ここです。ここここ。全然さ、土手行ってみたとかでも全然ね嬉しい、てかなんなら一番嬉しい。土手行ってみたとか。植木ちゃんありがとう。土手配信、寝ちゃうよ絶対。土手配信やばいね。土手配信、少年野球見て何も喋んない私とか多分30分ぐらいいると思う。土手はいいですよ、気持ちいい土手。風景のやつTikToker になるかな。私も TikTok で田舎の風景をまとめた動画とかやっちゃうかな。ないいよね草滑り大好き。ダンボールとかよく見つけてさ滑ってたもん。わあ、バイト頑張ってくださいね。水切はできないんですよ、苦手分野です。このたん土手に連れてってたら面白そう。このたんと土手、ちょっと今落下しちゃいました。なんかベッドにいっぱいいろんなものを置いてるんですけど耐えられなかったようです、衝撃に。ザリガニ釣り、ザリガニ釣りしたことない。パパとかがやってたけど基本海と川の生物は好きじゃないので。来たしんねどで、なんてこった。来たしもそんな風に使われるとは思っていないだろう。物が多いんですよ。スルメ、うん、来たしの眉毛が好きなんですね。どうしても可愛いあの眉毛。うわ、確かに滑る時もちゃんとやんねんって言って。ザリガニ、虫は大丈夫。でも魚苦手。でも釣りはしたい。海。でも海怖いから行けないんだ。ダメじゃん。ダメじゃんか。なんかこうパパとかおじさんがよく船で釣りとか。行くんですね、おじいちゃんとかがよくいろんなの釣ってくるので次は行きたいと思うんですけど、でも船に乗るのは絶対に怖いので、なんか海のなんか堤防みたいなところまでならギリ行けるかもしれないけど、海怖い、海怖い。なんか海の浅瀬は行けるの、なんか砂浜と海のなんか境目がちゃんと見えるとこっていうのは大丈夫なの。なんか足はつきそうだし、でもなんかもう本当にあの海のなんかもう360度海しか見えませんみたいな、
のは怖い。でも新海誠さんじゃなくて新海ゆかちゃんがいますね。え、ゆかちゃんいるの、やっほー、おはよう。本当にいる。堤防な、ゆかちゃんのさ、あのさ配信をこの前見ててさ、ちょうどね、なんかなんだっけな、配信じゃない、なんだっけ、大晦日の年越しだ、年越しをするときはなんかゲームをするみたいな、いとこと。その時にスイッチでウィーって言ってて、うん？ってなりました。スイッチでウィーって、え、そう、ゆくちいる、わー、ありがとうね。スイッチでウィー、そう、前回か、前回ちょうど結構フルぐらい、フル尺ぐらいで見た気がする。スイッチでウィー、よくゆうみつきって呼んでくださる方が、で、なんかゆうかちゃんのなんか見たの、なんかリアクションを見る村山由香みたいな、95位、あー、滑り込み。で、なんかリアクションを見てゆうかちゃんが本田美月のこと見るたびにニヤニヤしちゃってって言ってて、で、なんか全然それを知らなかったから、見てるなんて思ってなかったから、目合って、今日のゆかちゃんはやけに笑っているなって思っていた。ラブラブズ、いやいやいや、でも確かに私ゆかちゃんにそんなに直で、でもメンバー、ゆかちゃん特定って感じじゃないけど、メンバーにみんなに「え、大好き！」って言ったことないと思う、多分。照れちゃう。食べっぷりびっくりした。イエーイ、なんてこと、バナコタくんだよ。なんかね、二人ともね、お弁当を食べたくてね、お弁当を食べられそうな場所を探してうろうろしてた、この前。別に積んでるってわけじゃないんだよな、別に別にそんなにツンツンしてるつもりはないんだけど、ツンツンしてるのかな、わかんない。いや別にデレデレもしてるかって言われたらどうだろうか、どうだと思う、顔赤くなってきた、いえ、ヒーターくんのせいですかね、あー、ちょっと五光がさしてきました。来たし、日差しのせいで、でも結構侵食してきましたよ、日差しが、うわー、暑いです。でもツン、どうなんだろう、知らないうちにツンデレだったのかは分かんない、分かんないですよ、日差しや。わあ、やばい、と暑がりかも、こい、冷静やからね、で、冷静かな、どうだろう、自分でも自分のことどういう人間なのかわかんないもん。
どういう人間なんでしょう。多分何も考えてないと思うんだけど、あ、そうか、もうツン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 でるくらいかも。あ、でも昨日あれ、ゆかちゃんの配信で言ってたかわかんないんだけど、昨日はなんかそのお話が一緒の部だから話してたんだけど、ゆくっていうか別に普段からも話すんだけど、昨日は名言がたくさん出てですね、話した、これゆかちゃんわかんない、なんかゆかちゃんのなんか朝ごはんの話をしてて、え、和食っていいよねって話になって、でゆかちゃんの昨日の朝ごはんが、え、ここでゆかちゃんの朝ごはん暴露しちゃってごめんね、あのなんか納豆を食べたらしいんだけど、なんか納豆にね卵かけたんだって。でもなんか卵をなんかかき混ぜすぎちゃって、君を感じられなかったって突然不意に言われて、えっ？ってなっちゃったもん。君？そっちの、あ、そっちの君ねってなった。で言いまくるしちゃった、突然の君を感じられなかった、結構悔しそうに、君をね感じられなかったのって言ってて、え？ってなっちゃったちょっとドギってしちゃったよね。たつきさんありがとう、今日ね感じれなかったね。新作準備、えっ、大事だ、狙ってないと思うんだけど、だってスイッチでウィーっていう子ですからね。テンクしちゃった、テンク。あ、からあげさんありがとう、どうとい、ちいちい、納豆では君を感じることができない、なんてこった、スイッチ飲んでウィーって。で、あと納豆ご飯アリ派で、納豆ご飯じゃないと食べられない、納豆だけでも食べるけど、贅沢な日は納豆ご飯に半熟卵をかけて、ネギと刻みのぎをかけて食べます。とやしさんありがとう、さややんありがとう。納豆ご飯じゃ足りないね。なんか YouTuber さんが納豆を1キロ食べるよみたいな企画してて、いけそうだなって思った。漢字がこうも違うだけでさ、こんなにも変わるんだね。日本語ってすごい。明太子、わ、明太子もいいね。でも納豆と明太子って合う？合うのかな？やったことない。やってみよう。キムチも必須だよね。あ、やばいね結構。あともう一つなんかあってですね、なんかダンスをするときに、これは私が言ったんです。なんかダンスをする、何、にゃぎこじゅうの振り付けをしてもらってる時とかに、なんかどうしてもなんかこの場所から次の場所に行きづらいみたいなのがまあ発生するんですよ。その時に自分たちだけだと分かんないですね。え、ここをさ、こう通れば行けるのじゃないみたいな感じで話し合うんですけど、やっぱできなくて。どうしてもできないときはダンスのレッスンしてくださる先生が、じゃあここをこうすればって言ってくださるんですね。そうするとできるんですよやっぱり。で、ゆうかちゃんがやっぱさ、ダンスって絶対にそういう動線があるんだよねって言ったときに、私がそうだよね、道は絶対に開くよねって言っちゃって、しばらく笑いから抜け出せなかったです。ちょっとかっこよく言っちゃった。絶対に道を開かれるよねって、え、かっこよ、かっこいいよね、なんかね、イケメンをこうなんかログインさせてたっぽい。これは
道は開かれるよねは自分で言っちゃったんですけど、イケメンがログインするともうログアウトしてるけど。制限そうですね、一緒に暗闇の中でお弁当を食べてたんですね、なんか椅子に座ってで、お弁当をこぼさないように必死でこう食べてて、ゆうかちゃんがダンスの動線って絶対あるよねって言ったら、そうだね、道は絶対に開かれるからねって言ってました。そう、もうログアウトさせちゃったイケメン君は。今普通に押田美月がログインしてます。わー怖いよー、日差しが。ログイン、誰にログインすればいいですかね。暗闇お弁当、もう洗濯日和ですね。キタシンログイン、キタシンログイン難しいな。キタシン、うわー、キタシン難しい。年上キャラじゃないんだよな。レノン、レノン、ミツキって言ってくれたの。なんですかって感じ。そうだよ、コノタン、コノタンもなんか最近ログインしてくるんだよな。わー、それはヤバいくんですね。このターンは早くログアウトしなきゃって思ってますよ。なんですか、課題が終わらないくんですよ。ゆうかちゃん、ゆうかちゃん、ゆうかちゃんのログイン、うわ、でもいつも配信のゆうかちゃんを真似したいと思うんですけど、配信のゆうかちゃんはテンションがとっても高いので私にはできるかどうか。ゆうかちゃんのものまで、うん、でもゆうかちゃん、いいの言い方がゆうかちゃん、ええー、わかんないよー。あ、じゃあ今シュキピーさんがいたから、シュキピーさんありがとうございます。うん、違うかも。ちょっとね、声をツートーン上げないといけない。こんにちは、雰囲気ログインできてる。あ、ほんと？じゃあいい感じかも、いい感じかも。だいぶ似てる、優しい。これゆかちゃん見てたらまだどう、まだゆかちゃん見てたらどうしよう。お見せできるものじゃなかったかも。一人用みつき、なんてこったくんだよ。ゆかちゃんの喋り方、なんだろう、自分の喋り方がわからんくんですよ。87位で、ありがとうね、すごい嬉しい。87、うわ、そうじゃん、87番でもういいかじゃんって思ったら、今日はあれなんですね、あれなんですね、ちょうど去年はオーディションが始まったんですね。懐かしいくんですよ。昨日の夜にさ、皆さんからオーディションの時のなんか宣材写真っていうかさ、あれが出てきて、なんか優香ちゃん、なんか何、全体の1番から
153番ぐらいゆうちゃんのねのこの写真が送られてきたファンの方から、うわ懐かしいと思ってゆうかちゃんを見たら、すっごい元から可愛いですよ、元から可愛いんですけど、元から可愛いですけど、さらに好みの女になってて好きが増しました。元から好きなんですよ、元からお顔。いちごさんの配信だってめっちゃ見てたもん。いちごさんのさ、いちごさんがいちご食べてる配信も見てたし、なんか懐かしい、懐かしいですね。モイカはもう元初期っていうか、もう最初からもうなんかモイカモイカモイカですっていう感じで、可愛かったです。めっちゃ分かる。うんね、アイラインね、可愛い、うまいですね。懐かしいくんです、本当に。いちごさんですよ、いちごさん。いちごさん絶対見ようと思って、いちごさん絶対オーディション会場で見ようと思っててさ、でも見えなくて、でしかもなんか緊張しててさ、その合格した人はその部屋に集められたんだけど、いちごさんいるって知らなくて、メイクレッスンの時にいちごさんがいて、ってなっちゃったもん。そのなんか合格した日は本当にわけわかめすぎて、自分の周りを見る余裕がなくて、なんか誰が受かったのか私全然知らなくてですね、メイクレッスンにいたらいちごさんがいらっしゃって、いちごさんやーってなっちゃった。いちごちゃんがね、いちごさんがまつげ上げるのすっごいしてくれててですね、あれいつも映像を編集してくださる方にもう何回言われたかを覚えてないくらい、あのシーン大好きって言ってくださります。もうちょっと恥ずかしいです、あれ友達からもめっちゃいじられる、恥ずかしい。そうなんかこの前話した京都弁のお友達、よーい何やねんこれって言われてもずっとね電話越しにあひゃひゃひゃあひゃ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 って笑われてましたよ。みつき本命言えば何やねんって、悪かったね。でもね、本当にやばいね。でも別になんか誰もバカにされてた本当にね、あひゃ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 ってね、あるんだよ。そう今年は友達を作ろう方法にするからね、結構新キャラ増えるかも。会計くんとかいないから、湯豆腐食べた、あいやいやいや、うまいね、うますぎる。会計くんとかいないかな、電卓ちゃんとか花輪くん、初期くん、こんにちは。あ、いい感じに日差しが落ちてきた、嬉しい。日差し2号ちょっとやばいくんだね、それは。なんか猫ちゃんみたい。いちごちゃんさんくん、うわちゃんさんくんもあったな、うわ
そっちにすればよかった。さかなクション、そう、なんかさ、私全然話変わっちゃうんですけど、ボキンちゃん、ボキンちゃん面白いよね本当に。でなんかその話が戻るんですけど、あの私はサブスクフールに入ってるんですね。でコナン君を見るんですけど、でなんかコナン君のなんかページの中にその関連作品みたいなところになんかコナン君のアニメしかなくて、わマジックカイトってなかったんかって思ってたんですけど、この前たまたまフールを開いたらおすすめの一番上にマジックカイトが出てきてですね、今め、ま、マジックカイトを全話一気に見ようとしておりますっていうだけの話です。それがただ急に出てきたので一応お伝えしておきましたね。きっとかっこいい、きっとかっこいいけど、きっとより赤井秀一の方が好きなんですね。劇場版はね、多分また近々やると思うよ。海藤さん、うーきーって、私ね、ボキンちゃんぴ、なんかボキンちゃんのぴではないんだけど、なんかボキンちゃんと私ともう一人なんか仲のいい友達がいたんですけど、仲のいいっていうかよく遊ぶ友達がいたんですね。あの案の定を案の定っていう呼ぶようなことを一緒にいたんですけど、その案の、じゃあ案の定ちゃんってするね、案の定ちゃんで、あの案の定ちゃんさ、もう私がそのオーディションに受かったというかアイドルになったことを知ってると思ってたの私。でもそしたらまさかの昨日なんか部品ちゃんのところにあの嬢ちゃんが、美月アイドルになったの、びっくりした、びっくりびっくり、おめでとうじゃん、びっくりびっくりって来て、なんかそれのスクショが送られてきて、あれあの嬢ちゃん知らなかったなってなんかあの衝撃の展開ですけど、昨日もなんかえみたいな、だってみんな知ってるの、あの仲良かった子たちはみんな知ってるので、なんならクラス同じだった子とかは絶対にみんな知ってるのに、あの嬢ちゃんはまさかの昨日知ったんだって、やばくない？あの嬢ちゃんはねポケッとしてるから、いや、行ったんよ行ったんよ、行ったーと思ってたんだけど、あれみたいな。でもな、あの嬢ちゃんのことだから、まあ、別に覚えてない、聞いてなかっただけなのかなみたいな。あの嬢ちゃん面白い、ちょっとね、ちょっとギャル、ギャル、ギャルっぽいんだよね、おやマジみたいな、珍しいタイプのお友達です。パネーネみたいなこの子ですね。何も知らないのお嬢ちゃんなんだよ。あ、はじめまして、こんにちは。本当に聞き流し、あんま聞いてない、なんか人の話そんな聞いてないから多分聞いてなかったなと思う。おはよう。結構ね、ギャルっぽい子だよ。え、それマジパレーで、みたいなことを言う子でした。あの女ちゃんはね、あ、別にそんなギャルっぽいわけじゃないけど、ちょっとギャルっぽい。ギャルの狭間にいる感じです。でもね、面白いんだよね。なんかね、笑い声がめっちゃ面白くてね、つられちゃう、絶対。
対に釣られちゃう。そう、なんかバイトしてて、その案の定ちゃんなんかスーパーのレジのバイトしてる。あー、なんスーパーのレジのバイトをしてたんだけど、なんかレジのバイトをしてバイト直後に、なんだっけな、みかんか、柑橘系のなんかオレンジかなんかを買っ、オレンジのこの ネットに入ってるようなやつを買ったら、なんかまさかのみかん1個をなんか1万円ぐらいの値段に設定しちゃってみかん1個なのになんかお会計が10万円とかになっちゃったって言ってて、なんかそんなことあるみたいな。めっちゃ高級やないかいみたいな。そう、高級なの。やばいよね。それ聞いた瞬間も私もね、笑いで、もうね、面白かった。なんかいろいろ他にもなんかバイトのいい、これやばかったみたいな話聞いたんだけど、もうそのみかんの話が衝撃的すぎて覚えてないよね。いや、お客さんもびっくりだよね。なんかキサがさ、いつも増えてるからさ、バイトだからね、人生初めてのバイトだったらさ、間違いはありますよ。私もよく計算ミスしちゃって、オーナーっていうか大将っていうか、よくあれなんかちょっと金額違うよってなって、すいませんってなる時がよくあります。やってみたいバイト、あ、でもバイトじゃないけど、なんか握手会、もう今ないけど握手会の剥がしとかしてみたい。握手会の剥がしをしてみたいですよ。剥がすほうしたい。そう、あ、もうお時間です。あ、ユーミンさんありがとう。あれ大変だよね。だって大変だよ、筋力あるからね、剥がせそう。ログアウトの時間ですよ。でも剥がしやってみたいのと、あとライブ会場のさ、なんか物販のあれとかしてみたい。ね、ライブ会場で働いてみたいね、一回でいいから。万能お姉さんしてみたい。うん。絶対お金間違えちゃうんだけど。気持ちよ。あとなんか、あとは私もボキとかって感じだよね。頭の中で計算できないよ。確かに夏場はやばそうだね。カラスすっごい鳴いてる。カラスに呼ばれされてるのかな。あと行くんですね。確かに虫最近出ないな。冬だからだね。夏になったら絶対いっぱいいるよ。
なんか英語読むし聞いたことないと思う。英語読むしはタランチュラみたいな足長クモとかさあんまり出たことない。ギジギジ出ないよ。来たしググってください。眉毛が可愛い、眉毛すっごいプリティなんですよ。現在地北新の眉毛にしたいぐらい可愛くてプリティな眉毛をしております。そうですね、土手に虫もいますね。わあ。同じ眉毛、北新は結構結構ですよ。わあ、ありがとう。オーディション一瞬でありがとうございます。本当に一瞬でしたね、オーディション。面白い、なんであんなに前髪が、オーディションの時の宣材写真ね、なんであんなにも前髪が割れているのかというと、あの二次審査の時の質問であれです。二次審査の質問で前髪上げてくださいって言われたので前髪を上げたら、なんか櫛で溶かす暇もなく写真を撮られたので、あんなに前髪がなんか台風で暴れているかのような前髪になってしまったんです。涙。去年の今はちょっとオーディションですよ。いやーもう地獄でしたよ。前髪とかさせてーと思いながら写真を撮られました。でも多分みんなさ前髪をさ上げてって言われたと思うんだけど、みんな前髪綺麗だよね。なんでだろう。私だけなんであんなに台風で暴れてんだろう。怖すぎるよね。受かんないと思ったよ。生きがいでもさ、おでこ見て何を見てんだろう。輪郭を見てんのかな。何を見てらっしゃるんだろう。なんかオーディションの写真なんか斜めなんだよね。なんでだと思う？私の体が斜めだったのかな？わかんないけど、なんか斜めだよね。どうしてだろう。怖すぎ。斜めに立っちゃったのかな？わかんないけど、そうなの。前髪開けててその朝が分かんの。しぶしぶこう上げる子はダメってこと。勢いよく上げればいいのかな。結構しぶしぶさ上げたような気がしなくもなくもないけど、よく見せる。ああなるほど。結構恥ずかしくてチラッと見せた気がする。チラッと。そう、あ、友達はね27日の年末のスパークに来てくれてて見つけられたよ。前髪やな。うん、でも髪で似たと思うよ。スパークよかった。嬉しい、ありがとうございます。スパークたくさん日本人のファンいらっしゃって嬉しかった。多分ね、推しだ推しの皆さん私の友達と近かったと思う。だね、見てたと思うよ。
科学校行きとまった今。野獣のライブぜひお越しください。神手にいっぱいいらっしゃって、ね、嬉しかった。で神手にしかいないからね、だいたいすっごいねボードとかね嬉しかったですよ。来週ですよ特別公演、びっくりした。来週って感じ。小手、下手はね本当に数秒ぐらいしかいないですよ。なんでこんなに上手ばっかいるんだろうって思うぐらい上手にいる。リコと私大体上手にいる。楽しみ、ありがとうございますね。2公演初めて、イコノイジョイの時は2公演だったけど本当にちょっとの出番だ。リコファミマの場合は上手にいますよ。リコちゃんとね私大体ね上手にいるんですよ。あ、だから部活中は下手ですね。大体そうですね。確かに ねマッチングなきって何？なんかさこの前もマッチング、リコはマッチングなきみたいな。マッチングなきって何ですか？別公演マッチング抜きをご存知じゃないです。なんかリコの配信さ、マッチング抜き、マッチングしてくれる。そうなの？何それ、どういうこと？恋のキューピッド的な、どこかでマッチング、どういうことですか？マッチング抜きって何事？ちゃんにマッチングしてもらうってことですか？結婚するってこと？そういうこと？オタクの、オタクっていうかファンの方の中でこの人とこの人が結婚しそうみたいな。リコはくっつけたがり。やばすぎまんだねそれは。藤沢理子結婚相談所？なんだそら。かわいい。マッチングしても自分一番好きでいてほしいなんてかわいいですね。マッチングネギやばいな。ネギってやばいな。マッチングリコちゃんとかなれのにさ、マッチングネギやばいな。マッチングでやばいねそれは。誰かマッチングされたこといますか？マッチングしてもらえた方います？でもリコファミ、私リコファミの方あんま知らない、知らないというかあんまり配信で見かけたことない。もかちゃんプレゼントね、確かに。5000人ありがとうございますね。マッチングですか？リコファミ、でもリコ、さっきリコファミいたよね、なんかお一人で。リコファミって可愛いな。俺です。わー、俺私とのマッチング、でもなんかよくゲームセンターとか行くとさ、なんか相性を占ってくれるあれあんじゃん、相性を占ってくれるさ、機械があるじゃん。ああいうので私誰ともね 80% とか行ったことない。まだ大丈夫。ゆうみつきで役は
出るかな。出たらもう運命だと思うよ。テラさんありがとう。リコちゃんマッチングできやばい。ポキンちゃんとしたことないな。ポキンちゃんとはそういうのやんないな。土手しか行かない。大丈夫かな。土手しか行かない。土手か文房具がいいって。ボギンちゃん文房具大好きなんだよね。ゆかちゃんパチパチ耳つけてますよ。恋愛感情なわけないじゃないですか。もう推し推し推し恋愛感情だけじゃない。推し推しはもう何苦しい苦しいよ。よくプレイリストとかでアーストとかエダナを聞くと、うん、苦しいですね。いや、ゆうかちゃんはなんだろう、ゆうかちゃんは別にも推しかわいいみたいな感じなんですけど、推しは二次元の牛はもう苦しいです。そなんかそいつにあった過去とかを曲で表してもらっちゃったりしちゃうと、もうふってなっちゃいます。苦しいですね。ヒップ前も重いね。コノタは何ですか。コノタ、コノタはメンバー、コノタは可愛い女の子ですよ。友達でこういうと、うん、なんだろうな。いや別にね、恋愛感情じゃないですね。こんにちは。ポキンちゃん、ポキンちゃんはマブダチです。ポキンちゃんはね、私のマブですよ。そう、ボキンちゃんに諦めラインを送ろうとしたらさ、すごい2人とも同時に諦めってきて、すごいってなった。そのボキンちゃん面白い女ですよ。マブです。ボキンちゃんは案の定はギャルです。別にそのギャルっぽい見た目はしてないんですけど、やべえみたいな感じで、口調がギャルです。うわやだ、なんか嫌な記憶が蘇ってきた。なんかさ、あの暗殺教室大好きだったんですけど、暗殺教室のアニメの話になんかクラスメートになんかコードネームをつけるかいみたいなのがあったんですね。なんかかえ、あのかやのちゃんだったらなんか永遠のゼロみたいな、なんかあれあるじゃん。なんかああいうのが一時期すっごい、なんかもう私今欲しいってなっちゃって、めっちゃ必死に考えてた時期がなんかフラッシュバックしてきて、今めっちゃ恥ずかしいです。何がゼロなんだろうね。なんだっけ、でもさめっちゃ面白いね、器用貧乏とかさ、なんかギャルゲーの主人公とかいてよね。懐かしい。あ、卒業室見たくなってきた。見よっかな。別に中二病ではないと思うんだけどね。コロコロアガリもかわいい。コロコロアガリ愛心。なんかなんだかんだ時間たくさん経っちゃったね。うわ、もう10時半が過ぎちゃったよ。じゃこの朝教室の話題が終わったらやめましょうね。あ、神崎さん
違うな、前髪長い、あー、あの人か、誰か忘れちゃったよ、半過ぎてるよ、なんですごい今日はロングペースでした。あ、朝地下室はイヤ姫ですよ。でもみんなあると信じてる、みんなコードネームとかに憧れる日があることを信じてるけど、どうだろう、私もコードネームつけてほしいんですよね。候補わかんない。サイキックそう面白いね、サイキックそうラジオ代わりに聞く日もあります。うわ、高岡もどきも懐かしい、面白い。あと烏丸先生もさ、かっこいいね。でも私はね、浅野学習くんが好きだった。浅野学習かわいい、カルマくんもかわいいけど、ワンビーズもいい、ね、あ、性別もいたね、それがなぎさん、うん、わ、全然もう思い出せない、記憶が古いね。暗殺教室世代ですね。ギャルゲーの主人公面白い、なんかめっちゃ長い人もいたよね。めっちゃあれ誰が考えたんだろう。普通に作者が考えたのかな。すごいよね。つけてほしい。ギャルゲーしたことない。さややん、ありがとう、付け合う、わあ、ネーミングセンスないんだよな、ネーミングセンス なくても良ければ。熱いでもすでに名前がコードネームみたいな方もいらっしゃいますけど、ネーミングセンスしかない、本当に。寒い、外は寒そうです。でもめっちゃ今暑いです、日差しとヒーターで。でもそろそろ終わりたいと思いますよ。ゆかちゃんもいなくなっちゃったから、多分準備をしてらっしゃるんでしょう。私も今から準備をしますよ、話し会の。つゆさん、ありがとう。おみつ、ニックネームくんですね。わ、12時からか。わー、ご飯食べてるな。ご飯食べ終わったら寝ますね。ボキンちゃん、わ、確かにボキンちゃん、でもボキンちゃんみんなが考えてくれたんだよな。ということで、そろそろは行きたいと思いますよ。お話し会、今日もお話し会よろしくお願いしますね。よろしく、この後もよろしくお願いします。12時からゆかちの配信も、ご飯を食べ終わったらすぐ駆けつけますよ。ありがとうございました。バイバーイ、またね。バイバーイ。